それでは次の質問に質問に入ります。子ども誰でも通園制度導入について伺います。政府は子ども子育て支援改定の中で2026年度から子ども誰でも通園制度導入方向を示しています。 まあ、国会で通過されたばかりで、えー、不明な点はあると思いますけれどもこの制度は保育を受ける子どもにとって豊かに成長できる保育を保障できる制度なのか保育不足の現場の状況などを考えると疑問がありますそもそもこの子ども誰でも通園制度とはどのような制度なのか伺いますいくつかありますけれども対象となる子ども なのかそれ対どこ、対象となるの、うん、対象になる子ども、それから保育の申し出とか、あと保育を受けるものはどこ,どこなのか、保育の時間、まあ、保育料も含めて、えー、また現在の一時預かり保育との違いなどもありましたら、えー、ご答弁をお願い,いたします、はい、子ども局長。 古川議員のご質問にお答えしますえ子ども誰でも通園制度はえ子も誰でも通園制度の創設を含む、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案が、6月5日に可決・成立したところでございますが、現在、国から詳しい制度内容については示されておりません。制度の創設にあたりまして、 子ども家庭庁が示す子ども未来戦略方針では0歳から2歳児の約6割を占める未就園児を含め子育て家庭の多くが孤立した育児の中で不安や悩みを抱えており支援の強化を求める意見がありますすべての子どもの育ちを応援し子どもの良質な生育環境を整備するとともに すべての子育て家庭に対して多様な働き方やライフスタイルに関わらない形での支援を強化するため月一定時間までの利用可能枠の中で就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できる新たな通園給付として現行の子どものための教育・保育給付とは別に 入児等ののたための支援給付を創設するとされました具体的な制度設計にあたっては、基盤整備を進めつつ、地域における提供体制の状況を見極めながら、速やかに全国的な制度とするとしており、令和5年、6年度において、一部自治体がモデル事業として、試行的事業を実施しております。令和 7年度には法律上制度化、令和8年度に法律に基づく新たな給付制度として全自治体で実施するとされておりますが、実施が難しい自治体においては、一定の経過措置が設定されるとのことでございます。また、一時預かり事業との違いでございますが、一時預かり保育事業は、未就学児童を対象に、保育所等に 通っていないだけではなく、仕事の都合や家族の休業など、日常生活上の突発的な事情になどにより、一時的に家庭での保育が困難となった場合などにおいて、保育所等でお子さんを一時的に預かり、必要な保育を行う事業ですが、当該,事業は当該制度はすべての子育て家庭への支援を強化するため、0歳6ヶ月から 2歳の未就園児を対象に、月一定時間まで利用枠の中で就労要件を問わず時間単位で柔軟に利用できるとされております。以上でございます。古川義雄議員。はい、えー。0歳から、えー、2歳児の6割を占める未就 園児を、えー、子育て家庭の多くが孤立した育児の中での不安や悩みを抱えており、そこを支援する制度だということですが、これは、公認的な課題を解消するということで当然のこととも考えます。しかし、まだまだ課題が多いのも現実ではないでしょうか。利用は、あの保育事業者と直接契約が大きな柱のようですが、市町村との関係はどうなのか。 現在の保育制度は、保育の認定、事業者の指導、監督などについての責任が市町村にありますけれども、子どもを誰でも通園制度ではどうなっていくのか、先ほど、一時保育との違いについても示されましたけれども、子どもを誰でも通園制度は、一時的に保育が混乱になったという条件なしに、親の就労要件は なしすべての0歳6ヶ月から6ヶ月から2歳の未就園児をつき一定時間で時間単位で利用できるというこの制度と,ということですが不定期に短時間でしかも保育所も固定ではなくてないすなわち保育士さんも初対面という中で本来の子どもたちの集団 親と保育士さんとの連携で育まれているこの今の保育制度、保育は、えー、中身が非常に難しいのにことになるのではないかというふうに思います。現在の保育環境の実態から言えば保育士の慢性的不足処、処遇改善が進まないなど受け入れ体制の整備はどうなっているのか不安材料ばかりです。 そして何よりも、保育を受ける子どもにとって、安心して豊かに成長できる保育を保障できる制度でなければなりません。保育のサービスなどの指導監督としての役割がある自治体としての見解を伺います子ども局長。古川議員のご質問にお答えします。 現在、国から示されているイメージでは、令和8年度から新たな給付を創設する、本制度を行う事業所について、市町村による指定の仕組み、市町村による指導監督、勧告等を設けることとする、子ども家庭庁において、各自治体、事業所、利用者が利用できる総合支援システムを構築する予定でいる、とのことでございますが、その具体的な内容については、まだ、 示されておりません例は7年度中に法律上制度化が予定されておりますので、その中で具体的な市町村の役割などが示されるのではないかと考えております。当該制度は、親の就労の有無にかかわらず、保育所などを時間単位で柔軟に利用できる仕組みを構築するものでございます。0歳児から2歳児までで終園してない未就学児が約6割と占めており、 子育て家庭の多くが孤立した育児の中で不安や悩みを抱えており未就園児の親の育児負担の軽減や孤立感の解消を防ぐことまた子どもにとっては家族以外の人と関わる機会が得られる同じ年代の子どもたちとの触れ合いと触れ合いながら家庭にいるだけでは得られないさまざまな経験を通じて物や人への 興味が広がり成長していくことができるなど全ての子どもの育ちを応援し全ての子育て家庭に対する支援をしていくものと考えておりますなお現段階では具体的な制度設計が明らかでないことから国に対しましては運営にあたる市町村が円滑な導入が図れるよう地方にも十分配慮した制度設計を求められるとともに 子どもたちが安全で安心に保育が受けられるように対応してまいりたいと考えております以上でございます古川義恵議員、はい、ご答弁ありがとうございます孤立した子育て家庭の育児負担の軽減や孤立感の解消を防ぎ子どもも同じ年頃のこと触れ合う機会として 家庭だけでは得られない経験を通じ、すべての子どもの育ちを応援し、すべての子育て家庭をしていくものだとご答弁がありました。それには子どもの安全の確保、保育士の配置の問題、慣れない環境に置かれる子どものストレスなどが心配されます。すべての子どもの育ちを応援するには、今回の法律のやり方では課題が多すぎです。保育士の 配置基準を抜本的に改善し、専用の保育室を確保し、親の就労にかかわらず、公が責任を持つ保育施設に入れる体制をつくるべきです。そのためにも、えー、自市市町村では、責任が持てる制度となるよう、先ほども、えー、十分に配慮した制度設計を求めるとご答弁がありましたけれども、 そのためにも自治市町村でも責任が持てる制度となるよう大いに声を上げることが必要です、えー、そのことを求めますけれどもご所見があれば伺います、はい、子ども局長ただいまのご質問にお答えします子ども誰でも通名制度は現在 制度のの本格実実施施をを見据えた思考的事業の実施を行っていいるところでございます先ほど、えー、議員もおっしゃられた保育現場の負担や在園児童の新制度利用と在園児童との関係性子どもの心の負担新たな保育士の人材確保など留意すべき点は多くございます特に0歳児から2歳児は 保育中の事故は多いこと、不定期通園となることから、児童の特性がつかめないままの保育は、保育士にとってかなりの負担がかかってくると予想されております。今後、思考的事業で課題が整理され、しっかりとした制度設計が行われると想定され,おりま,すされますので、国の動向に注意するとと,ともに、慎重に判断してまいりたいと考えております。以上でございます えー、古川芳恵議員、えーはい、子育て支援が、えー、大変、つくばみらい市は,、えーはまあ、先駆けて優れているというところもたくさんありますぜひね、あの今のこの子ども誰でも通園制度導入にあたって、えー、しっかりと、えー、その制度について、本当に子どもにとってふさわしいのか、豊かに励むことができるのか。 まそこの見極めもしながらいろいろ声を上げていただきたいと思いますこれで4名の質問を終わります